さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、スタジオで、リクガメのリクオに、役者として今日はデビューしていただきたいと思うんですけども、こちら、小さな恋人っていうさくらんぼですね。あとはこれがすごいんですけど、南アルプスの、湧き水で育った天然水のトマトを、今日はねゲットしてきたので、そちらを使って、撮影をしていきたいと思います。それではやっていきましょう。うまそうだなこれそれではリクガメのリクオくん動画、レッツスタート。初めてスタジオを目にするリクガメのリクオくん。降りるとともにどんどん前に進んでいきます。早速ウサギに追いつきました。そこはまるでウサギとカメの世界。カメの力が強すぎてもはやウサギはかないません。しかしリクガメのリクオくんはこの明るく光る綺麗な綺麗な星形の物体に心を奪われてしまいました。そんなことをしていると後ろのウサギさんに抜かされてしまうかもしれないよ。どうやら二人は競争をやめて仲良くご飯を食べることにしたみたいです。この日のご飯はリクオくんの大好物のさくらんぼとトマト。リクオくんは楽しみすぎて何回もお皿をつついてしまいます。そんな姿を見て呆れて前を見てしまうウサギのウサコ。さあさあリクオくんは飼い主にどうやらさくらんぼとトマトを取ってもらったみたいです。大好物なさくらんぼとトマトを取ってもらってリクオくんはとっても嬉しそう。どん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 食べ進めるリクガメのリクオくん。そういえばこの間知り合いに、この動画ってまるでトーマスの人みたいだねって、ナレーションがトーマスの人みたいだねって言われました。僕はとても嬉しい気持ちになりました。まるでトップハムハット卿に褒めてもらえたような、とても役に立ったような、僕は微笑ましい気持ちになりました。僕の動画は誰かの役に立っているんだろうか。トーマスは粗道島でみんなを笑顔にするために一生懸命鉄道を走っています。僕も走り続けなくてはいけません。さあそんなこと言ってる場合じゃないよ。リコ君が天然水の美味しいトマトをたくさん頬張っています。嬉しそうな表情をして、さあ2人が今度は正面を向いてランチを食べるみたいです。おっと、自分で倒したさくらんぼのヘタにびっくりして驚いてしまったみたいです。今度はさくらんぼにパンチをされてしまいました。これにはリクオくんもびっくりせざるを得ません。皿を噛んで気持ちを落ち着かせているみたいです。さあそんなさくらんぼをリクオくんは肩に挟んで何やら行動を起こしています。肩に挟んださくらんぼを自分の目の前に持ってくることができました。そして大好きなさくらんぼをあむりあむりあむり、うん、うまい。はい、ということでいかがだったでしょうか。リクガメのリクオくんは、美味しいさくらんぼと、しかも天然水の湧き水で作った美味しいトマトをたくさんスタジオの中で食べることができました。めちゃくちゃ美味しそうに、もうずっと食べてるんですよはい、ということでね、かなり幸せな動画になったんではないでしょうか。いや本当にね、あのトーマスのナレーションの人に似てるねっていうのを言われたんですよ。ちょっと嬉しかったはい、ということでヘタも食べてしまいそうだったんでね、ちょっと、ヘタは取ってあげました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。